おはようございます。今日は私のお仕事がある日の Vlog 動画になります。今日は2本撮影があって、でも1本目はスナップでセルフメイクなので、この後朝ごはん食べた後にセルフメイクをしていきたいと思います。ドロップ東京というスナップの撮影でした。どうでした？なんか天気すごい良かったんですけど、風が強くて、うん、風が強くて髪の毛がブワーってなってたけど無事終わりました。でちょっとお腹空いてきたので、まあ、ちょうどいい時間だしね、うん、早めのランチ、ブランチ、サンデーブランチ、サンデーブランチに行きます、うん、行きましょう。バイバーイ。お腹すいた。回っちゃう？回っちゃう？あ、もう一回お願いします。やれるかも。あ、ちょうどいた。よっしゃ。遠い。遠い。で、これ使ってください。エコだよ。では、ビーガンのビーガンスイーツです。めっちゃ美味しそう。やばい。かわいい。これビーガンだから豆乳クリーム。ついてない、残念ながら。ついてない。うん、美味しい。私なんかフルーツサンドって重いからあんま普段食べないんですけど、これやっぱ豆乳クリームでできてるからさっぱりしてて美味しい。なんかみかんは売り切れちゃったみたいです。みかん食べたかったの？どっちも食べたかった。じゃーん、マッシュルームアボカド。めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しそうだよね。私アボカドとマッシュルームのコンビ、うん、大好き。家でも結構アボカドトーストにマッシュルームとか乗っけちゃう。私キノコ好きだよね。うん、いただきます。言うの忘れた。うん、ヘルシーで美味しいっていうの大事だよね。ヘルシーなだけじゃやっぱさつまんないじゃん。でもちゃんと美味しい。でも見て、こんな具沢山で どうしようって感じ。どうしようこれ、なんて食べよう。ビーガンプリンです。これだから卵も牛乳も使ってない。やっぱ下とね合わせて食べたい。滑らか。どっちかというとクリーミーめなプリン、硬いプリンじゃなくて、うんうんうん、でも卵だよね多分あれは。硬くなる。あ、そう、卵多めだから。めっちゃ美味しいんですけど、今から日本での撮影に向かって
シャワー目も無事終わりました。今日ちょっとビューティー の, あの撮影だったんですけど、私が普段いつもやってるビューティー男子のような感じで、いかがでした？